はい、今日は先日紹介したナゴラン2株とレオニスの板付けをやっていこうと思います。このナゴランなんですが、今私が手でつまんでいる部分、ここがですね、軸の一番下になるんですね。この一番下の葉っぱの根元からですね、結構長さがあるんですよね。普通のコチョウランだったらですね、まず間違いなく胴切りをして株分けをする状態ですね。このヒョウ柄のナゴランでもですね、あわよくば小株を出してもらいたいなと思っています。胴切りした後、こちらのコルクにつけていきます。はい、次、こちらが原種のナゴランです。こちらはこのバークにつけていってみようと思います。夏の塗り出しの時にちょっと素材が脆いのでね、乾き気味に育てる着生植物ならいいと思いますよということで、アナウンスをさせてもらったんですけれども、実際にこのバークのプレートが腐って崩れた経験をしたわけではないんですよ。なので私の思い違いで、このバークのプレート意外と持つのであれば着生剤としての可能性かなり広がるかもしれないと思ってですね、ちょっと自分で実際に経験したことがないことであったにもかかわらず皆さんにアナウンスしてしまったのがちょっと今悔やまれていまして、実際にやってみようという決意をしました。ナゴランでしたらコチョウランの中でも相対自体がそんなに重くならない品種ということで、今回このナゴランでバークの経年劣化がどのようになるのか自分で試してみたいと思って、今回はこのナゴランをバークにつけることにしました。それから最後にこのレオニスですね、ちょっと調べたところ、とても湿潤が好きなタイプの着生ランではないということのようです。基本的に着生ランっていうのは地面に根っこを下ろしているわけではないので、比較的乾燥には強いという性質を持っているものが着生ランなんだろうとは思いますが、このレオニスはこちらのコルクにつけていこうと思います。まずは胴切りをします。見ていただきますと、間からもたくさん新しい根っこが出ているんですね。なのでこの一番下の葉っぱが残るように切ればですね、上の部分に十分根っこが確保できますので、今回はその位置で切っていこうと思います。はい、軸の部分がこれだけあります。ただですね、見る限り花芽が出るべきところからは全部花芽が出てしまっているんですよね。これがコチョウランのようにですね、サブの芽からも株を出してきてくれるのか、ちょっとやってみないと全くわかりません。はい、今回ヒョウ柄ナゴランの根っこを植えておくのはこちら、ちょっと数字が見えないんですが、多分3号鉢だと思います。胴切りをした根っこを植えておく植木鉢なんですけども、大きさはどうでもいいと私は思っています。見守ってる間にですね、素手で触らなくても済むように、どこかへつなぎ止めておくのが私は一番大事だと思っているので、鉢がですね、大きすぎても小さすぎてもあんまり関係ないかなと思っているところが正直なところですね。植え付け方もですね、いつもかなり適当に植えてますね。今年コチョウランの小株をたくさん育てていますので、小株特集の動画を撮りたいなと思っているんですけれども、それの中ででも私が今期やっている小株の生育環境ですね、紹介できたらなと思っています。完全にしました。残した根っこの部分を安全に管理するためだけに入れているので、ざっくりこんな感じですね。直接この相対に触らずにこう管理ができる、移動させたりとか、場所を確保して傷つかないようにしてあげれるということが一番大事だと思ってます。
はい、では続いてこちらヒョウ柄ナゴランの板付けをしておきます。こんな感じにしようと思っています。この株のですね、こっちが表になります。こっちが裏なんですけども、裏側にね、たくさん根っこが、新しい根っこが出てくれているんですよ。こういう感じに根っこが出てると、ここに板を当てるわけですから、新しい根っこがね、潰れてしまうんですけど、今回使うコルクはですね、真ん中にちょうどくぼみがありまして、そこに水苔を詰めました。そしてこの柔らかいですね、クッションになったところに、裏側から出ているこの根っこたちを収めてつけていこうと思っています。こんな感じですね、板につく株の裏側に新しい根っこが出ています。この根っこをできるだけ傷つけないように、こうして板にくっつけていきます。軽くですね、株の上側に2周、そして下側に1周テグスを回すことで固定ができました。あとは根元のところにですね、土台になる、クッションの分しか今のところ水苔を置いていませんので、この根っこの上から少し水苔を足して、それをテグスで固定していこうと思います。上側に水苔を足しました。さっき見えていたたくさんの成長点を水苔で覆って見えなくなってしまいました。これで水苔の量は大丈夫だと思いますし、固定もできていますが、あと気になるのがですね、コルクに対して結構株がね、こう立ってしまっているのが私的には気になります。この株をですね、少しこう板に寝かせるようにしていきたいんですね。この先はですね、少し糸のテンションを変えます。先ほど根っことかコルクを縛り上げてたテンションでこの株を縛り付けてしまうと、結構このテグスが相対に食い込んでしまうと思いますので、ここからはちょっと、テグスのテンションを緩めにしていこうと思います。縛る糸のテンションを変えたいときはですね、一度ここで結んでから改めて強くするのか弱くするのか、その時々によりますけれども、力の加減を変えて次の巻き方に入っていけます。ナゴランのコルク付けができました。これでなんとかこのご縁をいただいた大事な株、上手に育ってくれるといいんですけれども、頑張ってお世話していきます。では続いてはこちら原種のナゴランです。鉢から取れました。まだ綺麗な水苔ですね。まず表面に完全に苔が生えていて素敵ですけれども、今回はちょっと取っていきます。
てください。この植え付けに使われていた苔、長い水苔がですね、丁寧にぐるぐると巻くように使われています。すごくお仕事が丁寧ですね。古い根っこで切っても良さそうなものがありますね。切っていきましょう。今日はこちらのバークプレートにつけていきます。今回はもともと鉢植えになっていましたので、根っこの形がこういった籠状になっています。こういった形の場合はですね、もともとの形に合わせてですね、根っこの真ん中に水苔を抱かせるようにして、丸く作り、その塊でそのまま板につけていくというのが一番簡単です。今回はこちらのついていた水苔、まだ新しくて綺麗なので、これと新しく準備した水苔半々でつけていこうと思います。今回はこんな感じでつけていこうと思います。はい、ナゴランのバーク漬け完成しました。このバークのナゴランは一発でしっかり株が寝てくれるようにつきました。葉っぱから下の部分だけを固定するだけで十分固定できました。総体自体がですね、重くないというところもありますし、しっかりこれで固定ができているので、これで終わりにしたいと思います。はい、そして最後ですね、こちらのレオニスの板付けもしていきます。このレオニスは初めて出会った時、葉っぱに全くシワが寄っていなかったんですが、私が育てているうちにですね、少し葉っぱにシワが寄ってしまったんですよね。レオニスの葉っぱは本当に分厚くてですね、まあ5ミリぐらいはありますかね。かなり厚いです。これで、コチョウランと同じようにですね、水分、養分を蓄えているようですので、やはりこの葉っぱにシワが寄るということはですね、水分の供給がうまくいっていないということなんだろうと思います。まあ、考えられる、原因は2つですね。水やり不足か、根腐れだと思います。この根っこを見ていきます。植え込み剤が取れました。根っこはこんな感じですね。ちょっと頼りないですね。このレオニスの根っこを見るのは初めてなんですが、この相対に対してですね、根っこのボリュームがちょっと心もとないような気がしています。枯れている根っこがあるので切っていきます。はい、根っこの整理を終えました。ちょっとね、何が変わったかわかんないぐらいだと思いますが、これで板につけていこうと思います。このレオニスはですね、裏と表がちょっと私には判別がつきません。この葉っぱ上から見るとこう描いてますね。このカーブに後ろ側を合わせるような感じでつけていこうと思っています。
このレオニスは今回根っこが少ないので、まずコルクにちょっと水苔をつけてテグスで大方固定しておこうと思います。はい、水苔が固定できました。ここに株を乗せていきます。このレオニスの根っこはですね、木の枝みたいに硬いですね。このレオニスの育て方はですね、ネットの優しい園芸とかで調べた限り、まあ、ほとんどコチョウランと似たような感じだろうと思いました。印象がですね、温度帯ができれば15度以上で管理、温度が低めの時は乾かし気味に育てるということだそうですね。でバルブではなく、葉っぱにですね、水分養分を蓄えているという点も、洋蘭の中ではコチョウランなどのグループに近いですね。ただ比較的明るい場所が好きなようです。とはいえ強すぎると葉焼けをするので、葉焼けには注意ということでね、わがままですね。はい、根っこの部分を固定することができましたが、ちょっとこの総体がですね、重さがありますので、この総体が倒れていかないように、この総体も軽くテグスで巻いて補強をしておこうと思います。はい、できました。1本だけ総体の上にはテグスを回しました。これでぴったり板についてますので、安定したと思います。この形で管理していこうと思います。はい、ということで今日は変わり種の3種を板付けにしてみました。初めて管理する洋蘭ですとか、ちょっと着生剤のね、使い心地なんかも実際に自分で体験してみたいと思っている挑戦もあります。今まで育てたことのない植物を育てるときは、やはり最初は、ね、ネット情報とかですね、それで植物の特性をあらかた調べておくんですけれども、やはり、自分でですね、水やりをしてみて、植物のリアクションを見て、それから光に当ててみて、たまには失敗もしつつですね、でその中でやっと初めて植物の性質が分かっていきますので、今回ね、新しい品種を迎えることになったんですけれども、試行錯誤しながら、お世話をしていきたいと思います。ということで、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンよろしくお願いします。